皆様こんばんは、桜井よし子です。言論テレビは毎週金曜日夜9時の生放送です。さて今夜は東京2020の開会式が行われています。とにもかくにもここまで来ました。そして世界中から素晴らしい選手がたくさん集まっています。選手の皆さんに頑張ってほしいと思います。そして私も楽しみたいと思います。でも今夜だけはこの開会式から離れまして、朝鮮半島問題を取り上げます。金正恩総書記の独自の写真も入手いたしました。そしてゲストはいつものこのお二人です。ご紹介いたしましょう。まず西岡勉さんです。スクー会の会長でモラロジー研究所教授です。こんばんは、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方はホンヒョンさんです。統一日報の論説主幹です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さてお二人を迎えてですね、今夜はこのようなメニューでお伝えしていこうと思います。まず韓国大統領選挙は誰が勝っても反日というか、これは反米か反中かという問題に関わってきます。そして2番目に金正恩、北の金王朝ですね、の基盤が崩壊しているということで、金正恩と美女の接触写真を手に入れました。そして、北朝鮮の拡大政治局会議で金正恩が激怒したという内部情報です。我が国に戻って、秋の風が吹く頃に拉致問題は動くのでしょうか。このことについても独自のニュースソースからお伝えいたしたいと思います。まずですね、最初にお二方に考えていただきたいのは、このムン・ジェイン大統領がこの開会式にいらっしゃるということでしたけれども、直前になって取りやめとなりました。このことの意味、裏に何があったというふうにお考えですか。まず西岡さん、どうですか。隣国でオリンピックが開かれるんですから、はい、大統領がいらっしゃるのが通常だと思いますけれども、そのことと、うん、今日韓関係が大変悪いということを文大統領は自分が少し何かやって功績を上げたいということと一緒にして、日本に行くからには、日本から何か情報を取りたいというふうに色気を出しすぎたんではないかと、日本側はオリンピックをお祝いに来てくださるなら、それなりに愚痴しますと。しかし日韓関係を改善するという問題はそれとは別に筋を通さなくちゃいけないという原則を貫いた。その結果をお土産がないなら来ないというふうに、勝手に行くと言って勝手にお土産くれと言って、お土産ないから行かないと勝手に行ったと、こちらはいらっしゃるなら、普通に愚しますよと言っていたということじゃないですかね。本先生ね、ムンジェイン政権、ムンジェインさんが、望んだお土産といいますかね、それは一体どういうものだったというふうに考えられますか。私は本当はお土産とか政治などと関係なく、とオリンピックの開幕式を見るだけだったら一番良かったんですが、今までのいろんないきさつがあるんですから、周りでメディアが、いろんな条件をつけたり、いろいろやるから来られなくなったと思います。北朝鮮問題にちょっと移りたいんですが、これはちょっとこれ見てください。本先生が入手した写真です。これ7月11日の写真ですね。国務委員会の演奏団といわれる、新しい、これかつてモランボンという演奏会とか歌や踊りをする楽しませる楽団ですね。モランボン楽団、モランボン楽団ですが、モランボン楽団にとって変わるのがこの国務委員会演奏団だと見てよろしいんですか。いや、私はモランボン楽団はもうできて10年以上ですから、メンバーが全部年を取ってしまったんですね。昔のギャルグループじゃない、なくなりました。ギャルじゃなくなった。だから新しいメンバーを今選んでるという話も聞いてるんですが、もう一つは、俺は政治権力体制の変化がここから読めると私は思います。これね、ちょっとね、すごく面白いというか、この写真ちょっとよく見ていただきたいんですけど、ここの部分、写真をちょっとここの部分をですね、大きくするとこうなるんですよ。
これ随分密着していますね。ちょっとご説明ください。これは普通は、うん、指導者が、はい、指導者が取れるようなポーズじゃないんですね、うん、それからもう一つは指導者がそれを許しても、うん、普通は普通の人民があのように、うんうん、自分の体を密着させるような、うん、あれはありえない話です、うん、それは明らかに金正恩がそれを許して、うん、その金正恩の気持ちを感じ取った者たちがその写真を撮ったと。これね、すごく 手がたくさんあちこちから伸びてるんですけども、この女性は、彼の膝のところに手をやって、この手はですね金正恩の手でしょ、うん、ちょっと分かりません。それが金正恩の手なのかどうかが。この女性、この女性誰ですか。金億中と言って。金億中、はい。北では、ええ、まあ、生きては得られないような人民俳優という人民俳優。人民俳優。そうです。うん、最高の称号をもらったんです。トップスターってことね。うん、まあ、何言って国民栄誉賞みたいな。国民栄誉賞、なるほどね。なるほど。で、この人の背中をから金正恩の手がここに伸びて、この人が誰か知りませんけども、うん、こういうふうに手を握ってるんですよね。で、この男の人もなんか金正恩の腕にこう絡ませて、ちょっと気持ち悪い写真だなと思って見たんですけども、これから何が読み取れますか。この写真で見るとね、はい、金正恩が痩せてるんです。痩せてもこれだけ太ってる、まあ、太ってるけどもまあ痩せました。一時期に比べると10キロぐらい痩せてるんです、はい、これは韓国の国情院の、はい、推計なんですけども、多分コンピューターなど使って体積とかなんかから やるんですけども、去年の11月に140キロぐらいあったと、うん、彼はですね、最初権力につく前80キロだったんです、うん、急速に太ったんですけども、うん、それが10キロぐらい痩せてると、うん、この5月ぐらいに10キロぐらい痩せてるんですね、うんうん、で韓国の国家情報院は韓国の国会で、うん、いや糖尿病などがあって、はい、肥満だから良くないからといってダイエットをしたんだと言ってます、うん、だから健康は心配ないと、うん、一方、まあ、ダイエットをするというのはかなり辛いことですけども、うん、今自制心がないとおっしゃった。だから そのなんで自制心がない人がダイエットできたんですか。できるのかっていうことですね、はい、でタバコは吸ってるんです、はい、会議中にもタバコ吸ってます、うん、タバコやめられないような男がダイエットできるかということなんですが、糖尿病の合併症で痩せたという情報があったんですが、さっき聞いたんですけども、うん、韓国の YouTuber の人も言ってるんですが、私は別のところからも同じことを聞いたんですが、糖尿病がひどくなって金与正が心配して、はい、胃を除去するダイエットをやったと。あ、胃を小さくする、小さくするダイエット、そういうのがあるんです。ということは回復手術、いや内視鏡でできる、内視鏡でできる、なるほど、小さな穴で、はい、うん、小さな穴を開けて、それで胃を小さくして、はい、それで意図的に食事の量を減らすというダイエットがあると、うん、なるほど。その手術をすると手術後はお粥しか食べられないので、10キロぐらい痩せんだそうです、はい、というだから糖尿病でひどい、糖尿病の合併症で病的に痩せたんじゃなくて、うん、危機感を感じて胃除去手術をした、なるほど、うん、ということで、まあ、なんかちょっとね、服が大体パンパンだったんですよ彼、はい、今これ緩いでしょ、ちょっとここシワシワが寄ってますわね、はいはい、パンパンだったのが緩くなってる、10キロぐらい痩せたっていうことで、なるほどね。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある、そうです、中国が確実に覇権主義に走っている、そうです、その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、そうです、もう最も深刻な問題を突きつけられています、そうです、その時に問われるのは私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか、一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、
カナダ編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円、または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。